あー気持ちいいねこれ、はい、モーターズ、はいどうもこんにちは、モーターズの大和です。いや久々に晴れたと思ったら花粉がえぐい、鼻声じゃ。先日ね、前田が昭和さんの工場に行ってですね、タービンについていろいろ教わってきたと思うんですけれども、これはあの社会科見学シリーズ、軽く10万回転は超えます、心臓部分はこれでじゃあそうです、ほぼ完成で、そうです、タービン自体のチューニングみたいな。そうですね。というわけでですね、今日は実地編ということで、タービンを交換したら車がどう変わるのか、パワーどう変わるんだろう、トルクどう変わるんだろう、乗り心地どう変わるんだろうっていうのをですね検証したいと思ってですね、横浜にあるとあるお店に来ております。ここでですね、今日はフォルクスワーゲンのゴルフ R を使ってタービンの効果っていうのをね検証していきたいと思います。というわけでですね、ここに泊まってるのが今日の教材のフォルクスワーゲンゴルフのゴルフ R ってやつですね。でお店がここなんですけど、あれなんか見覚えのある車が、シュッと足が長くて細身の感じ、そしてこのド派手な RS3、 絶対どっかで見たことある人ですね。声かけてみましょうか。こんにちは。何やってるんですか、須田さん。あれ、山本さん、どうしたんですか。いや、僕今日はゴルフ R にタービン交換したらどうなるのかっていうのを検証しに来たんですけど、はい、なんでいるんですか、しかも自分の車で。あの、昭和さんがなんかタービンすごいの作ってくださって、はい、それの交換に行こうと思って。ちょうど今日だった、僕。マジっすか、偶然じゃないですか。それはもしかしてこの RS3 にやっちゃう感じですか。はい、そうです。スーパーメカの熊澤さんにちょっと今手順をお願いしてて。なるほど、はい、勢いですけど、はい、一緒に撮らせてもらってもいいですか。あ、いいですよ、もちろん、はい、ぜひ。あ、じゃあ今日よろしくお願いします。あ、もちろんどうぞ、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今日使う教材のゴルフ R なんですけれども、この車はですね、直四2リッターのエンジンで、だいたいパワーが310馬力とか300馬力とかそれぐらい出ていて、でトルクも 40.7 ガシみたいな、ちょっとノーマルをですねきちんと知らないと、タービン変わったことによってどういう効果があったのかっていうのわからないんで、走ってみようと思います。じゃあ行ってみよう。はい、というわけでですね、大通りの方に出てまいりました。この車ね、エコ、コンフォート、ノーマル、レースみたいな感じでですね、こうモードがいろいろあるんですけど、今はとりあえずノーマルになっています。はい、じゃあちょっとアクセル踏んでみますよ。いくぞー、2速。おお、速い。はい、決してそのドッカンな感じじゃなくて、綺麗に回ってくれる感じです。次はレースに変えて踏んでみたいと思います。もう全然音違うでしょ、このレスポンスですよ。やばいね、期待しちゃうねこれ。おう、でちょっとこれで走ってみようと思います。はやっ。全然ちゃうやん。ワン。いいですね。レースモードになって今可変バルブが開いて音とかも変わりましたし、レスポンスも全然違いますけど、トルク特性っていうか、そのタービンのブーストがかかった時の特性としては結構フラットなんだなっていうのを感じてます。今回、取り付けていただくのが横浜市にあるマニアックスさんというお店で取り付けていただくことになりました。で、今日担当していただけるのが熊澤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いわゆる、まあ、ホットハッチじゃないですか、うん、でも300馬力結構ぶっ飛んだ感じがしますね。今までの歴代 R モデルっていうのは、はい、やりすぎた感を出してるんですね。いわゆる、ファミリーカーベースの車に300馬力のエンジン乗っけちゃうのかと。はいはいはい、ここです。で、そんなゴルフ R のタービンを交換するわけですけども、はい、交換するにあたってノーマルとこうどういったところが仕様的に変更になるんですか。はい、これもハイフロー加工ということで、はいはい、まあ、大きく違うのはタービンブレード、
はいはい、これの角度だったり、うん、ブレードの長さだったり、なるほど、ね、そこら辺はあの昭和さんの使いやすいタービンということで、はい、チューンアップタービン、リプレイスメントという形ですね。ドッカンには、ね、ならない、仕様らしいです。あの今回の、ね、昭和さんのところは、はい、あのどちらかというとトルクアップをするので、非常に乗りやすい。なるほど、うん、まあ、まるで排気量が上がったかのような、そういう風な仕様のタービンですか。なるほど、じゃあもう変な話 2.2 リッター、2.3 リッター仕様みたいな、そういうことです。お楽しみだな。じゃあ早速取り付けていただいてもいいですか。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。初めて見ました。僕たちは見ないですけど、今ここで2個並んでるわけですけど、はい、正直見た目は変わらないのかな、これは。今回はどういう風に変わってるんでしたか、須田さん。はい、確か昭和の川上社長からキーさんが、はい、こっち側、入り口側ですよね。これがまず入り口が変わります。なるほど。中のタービンブレードの羽の高さが全然違いますね。これって高さが違うと、うん、どんなことが起こるんですか。これ確か川上社長がおっしゃったのが、吸気側なんで、はい、空気を吸う力ですね、はいはい、まあ、吸う力が若干増大するのと、うんうん、レスポンスが変わるっておっしゃってまして、はい、なるほど。例えばゴルフとか、A3S3 とか2リッターターボの人たちは、はい、みんな思いっきりこう吸気の量をこう増やして、うんうん、パワーアップバカーンっていうタイプじゃなくて、まあ、7万キロ、8万キロ走りました、はい、でそろそろちょっと車がいろいろ傷んできました、はい、そういう人たちが、タービンを、まあ、新品に買うとものすごくこれ1個ずつ高いと思うんですけども、はい、中身だけ、まあ、昭和さんが純正でオーバーホールできると、はいはい、を聞いてるんですけど、どうせオーバーホールするんだったらその時ちょっといたずらしませんかっていう内容だと。なるほど。オーバーホールする時にこいつだけでも変えてあげると、はい、もっとこう車面白くなる。面白い。なるほど。まるで昭和の営業マンさんみたいな。いやー、さん、いやね、ほんとね、もう東京支店つけるときは全員まあでもこのね、羽の高さが変わって空気の量が変わるっていうことは、タービンっていうのはここから、空気を吸い込んでですね、圧縮した空気をシリンダーの中に入れるとっていうところの、圧縮した空気がよりこう密度がこう充填効率が上がるっていう。充填効率が上がる。なるほど。難しいことね。そうですね。これってその空気がより多くシリンダーに送り込まれれば、 その分だけ爆発の力を持つ、パワーアップします、はい、あと先ほど言われたレスポンスが良くなるっていうのは、アクセルを入れてどうしても ターボかターボラムなんですけど、はい、そのターボラムが短い、はい、つまりギュッといく。なるほど。じゃあまあね、これを見てても車は走らないんで、あ、そっか、早速引き続き熊澤さんに取り付けていただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。無事作業が完了してタービンの交換が終わりました。イエーイっていうところでですね、まあさすがにタービン交換してすぐはコンピューターが学習してなくて、まだその正しい燃焼とかね、もろもろに変わってないっていうところで、さっき熊澤さん含めてですね、スタッフの方何人かに走っていただいて、今僕がですねトロトロ運転で間もなく幹線道路に出ようというところでございます。早速ちょっとさっき通った幹線道路出てテストしてみたいと思います。ノーマルモードで、2速20キロぐらいからまずは加速したんで、それを試してみようと思います。じゃあ2速20キロぐらいからレッツゴー。おー、なるほど。こんなに綺麗にスパーンって回ることはなかったよ、さっきまで。今は本当に踏み込んだ瞬間に6000までバーンって一気に回って前に進んでった感じ。はい、いいかも。やっぱこのね、3000ちょんちょんぐらいから、3400ぐらいからブースト、一気にこう立ち上がってくる感覚があるんですけど、その時のね、こう、前へ進む力っていうのも随分変わりましたし、より車が前に出てるようには、今僕は感じてますね。はい、というわけでレースモードでございます。音が変わりましたね。ブルーン、つってね。いや、ワクワクすんな。はい、同じように、2速の20キロぐらいから、行きます行きます
ああ気持ちいいねこれ。速い。今ブーストが 1.1 キロぐらいまで立ち上がったかな。いやでもね、ここもね3、4線ぐらいでわーんってトルクがね一気に立ち上がるんですけど、これがまあ下級がですね極端にこう増えるポイントだとは思うんですが、そこのレスポンス全然いいよ。この3000から4000にかけて踏み直してった時とか超気持ちいい。ほらほらやば、全然変わった。これすげえ踏み直し。このトルクの立ち上がってくるとこ、ここが全然違う。いいね、一瞬で吹けるよ6000まで。いや絶対これスペックで結構変わってるって。これはちょっとちゃんとパワーチェックしたいですね。やばい、やばいです。はい、というわけでですね、このゴルフワールで走ってまいりましたが、こちらですね、じゃじゃーん、このタービンブレード、こっちがノーマル、こっちが今回変えたやつということですね。つけてみて走ってみた感想としてはですね、いわゆるビッグタービンとかつけてこうブーストドカーン1000馬力みたいな、そういうものではないです。これ全然普段乗っててターボラグがとかブーストが立ち上がるところのもうちょっと欲しいんだよなとか、そういった部分をすごくプラスに向上させてくれるアイテムっていうのがこのタービンブレードですね。で、今これね付け替えてみて学習するところも含めて30キロぐらい走ったのかなっていうような、距離しか走ってないんだけど、こっから先コンピューターが学習していくともっともっと多分フィーリング良くなると思うんで、それはそれで期待ですね。特にこういうゴルフワールみたいなね、こうホットハッチでバンバンこう走りたいですっていう人には本当におすすめできると思います。下手にタービン交換するよりも安く済むし満足度も高いんじゃないかなと。もう僕はねちょっと乗りで朝来てちょっと乗って、でその後つけてちょっと乗って、でこれだけ違いが分かったんだから、多分オーナーだったらもっと感動するレベルで分かると思いますよ。あなたの車の不満が消えます、昭和のタービンブレードでございました。はい、というわけでですね、マニアックスさんのところでゴルフワールの撮影をしてから数日が経ちました。いやあの時のねタービンブレード変えたやつ本当良かったなって思ってたらですね、来ましたよパワーチェックの結果。みんなこれが見たかったんでしょ。さあどんな感じかっていうとですね、まあ、このグラフを見て、太い線がですねそのタービンブレードを変えた時の数値ですね。もうね全然違うよね、パワーカーブトルクカーブともに。いわゆるピークパワーというもの、ピークトルクというものに関しては大きな差というのはないです、変化したところだけを先に言いましょう。それで言うとパワーの最大値っていうのはタービンブレードを変える前で293馬力でしたと。それが交換後は299馬力になってます。でですね、トルクがですねノーマルですね、タービンブレードを変える前が364ニュートンで、変えた後は362ニュートンとなりました。まあこの2ニュートン、ニュートンメートル下がってるわけなんですけれども、落ちた、まあ、2ニュートン下がってるっていうことになってるんですけど、これってねトルクを例えばみんなが分かりやすい数値キロで言うとだいたいね 0.2 キロぐらいかな。なので、気温とかの微々たる差で変動したレベル感じゃないかなと思います。もちろんオイルの劣化とかも考えられるしね。それより大事なのがこのトルクとパワーのカーブですね。ノーマルに比べて圧倒的に速くトルク立ち上がってますよ、まあ、ノーマルの時はですね、トルクっていうのはだいたい3400回転ぐらいでピークトルクに達してるんですけど、タービンブレードを変えた方はですねもう3000から3200の間ぐらいでもうピークトルクに達してるんですよ。それよりも低回転のところではもう全域でトルクアップしてるんですよね。通りであの時うわなんか随分扱いやすくなったなこの車って思ったわけですよ。そりゃ違うわ。いやーすごいですね、タービンブレードですよ。で実際確かに僕も見比べましたけど、その羽のサイズもね大きくなってるし、その外に出てる分とかもね増えてたりとかするけど、ここでどこまで変わるんだろうなって思ってたら、こんなに顕著に変わるのかと思って今ちょっと嬉しくなってますね。というわけで、今回はその昭和さんのタービンブレードを実際に検証してみました。
結果低回転からずっとトルクアップしてるっていうようなデータが出ました。これマジでおすすめです。詳細に関しては概要欄の方にいろいろ載ってますので、ぜひそこもチェックしてみてください。それではここまで見て動画が面白いなと思ってくれた方は高評価およびチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ビートにタオルつけようか。あかん、超早いこれ。どうなっちゃうんだろうねこの車。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。